デュエル開始。オッケーオッケー、じゃあ行くぜ。敵のいろいろ見てなかった。そこまで強いやつはまだいないね。遠距離武器持ってるやつはいないな。みんな鉄の槍？鉄の槍だ。鉄の槍しかいない。お、金塊持ってるやつがいる。こいつは倒すと金塊落とすな。オッケーオッケーオッケー。なんか今作から3スクミないらしいですね。先生、奇襲、有利思います。む。では行くぞよ。待機。私の力見せてあげる。なるだけ固まって戦うんだ。引きこもっていたい人生だったのに。そんな人生は捨ててしまえ。舞台に上がるより緊張するわね。よし。これ下なんだ。なんだろうここ。ギアナコーチみたいな。そういうフィールドなのかな。訓練用に。この人たちがね、まだ全然上げてないから、ね。行きますか。戦いの空気苦手だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ、行くぜ。行くぜ。来いよ。おし、避けた。周りで応援してる人たちは何なんだろう。お、また魅力が上がった。エガちゃんの魅力は うなぎ登りだ。痛えなバカ野郎。お、そこは超えてくんのか。でも多分移動力遅くなるよねこれ。あー、そういうわけでも、あ、やっぱそうだ、移動力遅くなる。ここで俺待機しておいた方がいいかもね。よし、ここはこの人たちを抑えよう。よし、鉄の弓じゃ、くたばれ。あ、後ろの人たちも一応攻撃してるみたいな。中断戦闘を演出してるんだ。いいね、面白いよね。サンダー、さ、サンダー。ちょっともったいなかったかな。勝ててよかったわ。エロかわいい。じゃあこう計略使えるけど一人だけなんだよね。一斉突撃ってなんだっけ、どういう効果なんだっけ。後ろのやつにも当たんのかな。あ、当たるっぽい、当たるっぽい。やってみよう。連携契約。できます。うおー、ただすかただすか。おお、つえ強いし面白いな本当に。なるほどね、こういうことができるんだ。もう一回計略やってみる。計略って何回でも打てんのかな。計略ポイントみたいな、ああるね、計略ポイント。猛攻 XY とかってあるけど Y、 あ、これで切り替えられんのか。なるほどなるほど。うーん、猛攻で一発で倒せるな。鉄の斧でも倒せるけど。いや、鉄の斧で。予想通りの結果ね。訓練とは思えない。殺す気満々の行動ですけど。よし、みんな先へ行け。こいつ抜けてくんな。あー、カスパーがちょっとやばいかな。カスパルが。
ここはここで防ぐか、こいつらで。3人いれば大丈夫でしょう。うん、ちょっとここで、待機しよう、このまま。終了。できた。うわっ、避けられた。そっか、斧はそんなに得意じゃなかった。おりゃ、おー、いいぞ。男の子たちもちゃんと育てていかないとな。じゃあね、武器を持ち替えよう。こっちのが俺の得意武器。そうでもない、命中が低い。あ、そっか、相手が森の中にいるからか。弱ったね。戦技ニーベルンバレスティーンを使おう。戦技ニーベルンバレスティーン。チリが残った。力パワー。わ、これは手本にならないな。しょぼんって顔してる。所詮平民ということか。よし、じゃあベルナデッタとどめを刺してやりなさい。とどめもほもれもまあまあ早い。お、素晴らしい。強くなったかな、私。いいよいいよ。よしよしよし。じゃあレベル差が2あっても結構いけんな。よし、囲め、囲んで殴れ。回復魔法を使える人欲しいな。リザイアって回復しちゃうんだよね、これ。あ、ライブ使える。でも5発しか撃てない。使い勝手、魔法の使い勝手が若干悪くなってんな。カスパル前に進むか。うん、そうだね。ちょっと待って、ドロテアでちょっと回復させてあげたいな、俺を。ドロテア回復、ドロテアヒーリングをしよう。で、倒しちゃうか。まあいっか、倒そう。でりゃ、おい !90 を外しやがった。まったくこの子は。リザイア。リザイアで倒しきれるけど。ちょっとも、いやいや。使え。僕は後ろの方で寝てたいのに。オッケーオッケー。じゃあペトラ一回戻して回復させるか。ヒューベルト、いや攻めよう。ガンガン行こう。うわ、くそ、結構避けられんな。ぬぬぬ、ならばこれを使うしかない。奥義ファイナルティーブラスト。いいぞ。ドーラを打つか。ドーラって誇るほどの敵ではありません。ドーラ三角ってなんだろう。なるだけ森を、なるだけっていうか森を背にして戦った方がいいよね。こっちに引き寄せるか。無理、いけません。そうだぞ、警戒いります。ベルナデッ、ここにエガちゃんを行ってこうでしょ。でこうだ。待機で、ちょっとペトラ厳しいからライブで回復させる。嬉しく思います。あ、
杖じゃないんだ、ライブ形。杖っぽい見た目ではなくて、もう本当に魔法になったんだね。敵はここまで来るか。ここまで、もっと下がれ。うん、で主人主、俺もちょっとペトラヒールを使おう。なるだけみんな固まって行動するんじゃぞ。とりあえずここでいいかな。うん、いいでしょう。うん、OK。森は全部俺が確保してるから。敵が森に乗ることはないよね。あっ、ボスが動き出した。来るか。当たるときは当たるのね。次、エガちゃん回復させてあげないとな。フェルナンデス、フェルナンデスじゃねえ、ペドラを戦わせるか。どうすかな、いつも同じメンバーばかり使ってるのもあれだしね。森で迎え撃つか、とりあえずは。じゃあ先生、奇襲有利思います。こっから攻撃しよう。あ、弓使うか、せっかくだから。ちょ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 、あんま効かねえ、あんま効かねえな。いや、いいや、剣でいこう。よし、いいぞ。ペトラももうちょいでレベルアップで、そうだな、ベルナデッタ、ベルナデッタじゃないかな。ドロテアサンダー、いや、こうだ、ドーラ。自慢にもなりません。いいぞ。で、俺前に出るか。いや、集中攻撃されそうだな、これ。で、こいつ倒しちゃう。よし、加減すべきだったか。敵の攻撃食らわないようにこうした方がいいね。で、持ち物で傷薬。で、リーンハルトでライブかな。ここにいてもらおう。これで回復できる。回復、ライブ。オッケー。回復を受けた時のエガちゃん超かわいいな。で、デッタちゃん、デッタちゃん後ろから弓でプスプスやるか。そうだね。オッケーオッケーオッケー。なかなかいいぞ。痛えだろうが、カスガ。お、士気が D プラス。身についたものは裏切らない。いいぞカスパル。頑張れパスカル。負けるなカスパル。テトラちょっと防御力低いな。盾持たせてあげるか。
いいねいいね。で次のターンで3人くらい送りたい。お、レベルアップする。じゃあ倒しちゃいますか。こっちに出よう。私勝ちます。お、クリティカル。戦果一つ上がりました。調子悪い。私くじけない。頑張れパイスラ。お、騎士団のレベルアップした。騎士団のレベルも上がるんだ。すごいね。これはいいな。じゃあ、ペトラ回復させてあげたいな。ヒューベルトでこいつ攻撃してって感じでいくか。でベルナデッタで矢を撃つ。いやー17結構強いな。戦技は局舎がある。あ、これあれか、戦技か。計略は使えないのか。どうしよっかな。とりあえずこういける？あ、いけないか。回り込んで戦技使おう。スマッシュ。これカスパルって自動回復してる？もしかしてなんかそういうあれ持ってなかったっけ。詳細詳細なんか見れるやつあったよね。違う、あれなんか見れるのなかったっけ。あ、このスキルのやつ、スキル、ちょっと詳細で見たいんだけど。あ、これだ。森の中にいると自動回復するとか。いや、そういうわけじゃないな。食らってないだけか。まあいいか。とどめだ。この程度では満足できないな。サティスファクションで、アイク、アイクじゃない、ゴンブトが回り込んで攻撃するか。回り込まない方がいいかな。これはこのまま攻撃した方がいいね。いや、サンダーでとどめをいただくか。どっちもいけんだな。じゃあこっちか。私だって鍛えてるのよ。こっちにもいなかったっけ。あ、もういないんだ。じゃあ、ペトラか。こいつ残しといた方がいいかな。ちょっとペトラ回復させてあげたいんだよね。怖いもんな。こいつ処理するか。じゃあどうしようかな。ボンブとかどう動くかだよね。ボスが回り込んでくるから倒しときたいんだけど。いや、倒すか。じゃあエガちゃんに。これが私の力よ。 OK。 そういえば見てなかったな、干渉モード。見よう。うらーって言った。ロシア人か、日々のハレルヤ。
じゃあペトラはちょっとリンハルトで回復させてあげたいから、2、3発撃たれても大丈夫だと思うんだけどね。ちょっと引くか、うん、か撃つか、いや引こう。ここは焦っちゃいけないと思う。でヒューベルトさんで回復。それ支援感謝します。でデッタちゃんをここに入れる。なるだけ森から出さないようにしないと。俺がどうすっかな。とりあえずここにいていいかな。うん、回復しといてよかった。危なかった。してなかったらペトラやばいかもしれない。よし、いいぞ。お、いいぞ。じゃあなるだけ経験値もらえてない人、アスパル、よし、いけ。戦技使うか。とりあえずみんな戦技見たい。旋風槍。私に挑んだのが間違いだったな。かっこいいな。自信家だけどいいね。男キャラもいいな。いい味出してるよ。あ、ヒューベルトレベルが上がりそう。魔法を使うか。魔法強くない？あ、妖怪チタリナイが出ちゃった。エガちゃんのレベルももうちょっとで上がりそう。リンハルトも上がりそう。リンハルトは回復で上げるか。嬉しく思います。うん、無理か。回復だと微妙っすね。ドロテアさんも上がりそうですな。戦技いっとく。勝ち割れ。お、騎士団レベルアップ。命中プラス6。すごくついたな、命中が。ドロテア、これボス倒したら終わりなのかな。全滅かな、条件って。敵の全滅か。よしよしよし、じゃあやっちゃってくださいよ。魔法強すぎ。隙があったから。思ってたほど伸びなかったわね。これから、これから成長期っすよ。じゃあヒューじゃない、あと俺はレベルアップしたばっかりでしょ。ペトラかベルナデッタか。ペトラにやらせるか。ちょっと戦技みたいな。ま、打ちすぎるの良くないか。武器ボロボロになっちゃう。いやいやいや、これからですよ。何言ってるんですか。コキ使うから7ターンか。5ターンくらいでクリアできたな、ここ。